Bonjour, konnichiwa. 今日もフランス語の読み方の勉強をしたいと思います。前回の勉強は O でした。で、O の時ですね。O でしたけれども、あ、う合わせて O という読み方ですが、今回も同じ発音となります。で、これで O の発音がフランス語で全部の O の発音が書けるようになりましたので、ちょっとおめでとうございます。O は3つですね、書き方が。一番簡単な書き方は O ですね。そして前回の A と U 合わせて O。で、今回も同じ発音です。O。もう一度言いますね。これが発音記号です。発音記号は音を書くための文字であって、純粋な音を書く方法です。間違いはない。いいですね。O、日本語と全く同じ。ちなみに日本語の O の発音記号はこれです。同じですね。で、みんな同じ、長さも同じ O と言います。O を使っている単語がたくさんありますので、今日わずかの単語も紹介したいと思います。いいですね。じゃあまず読み方の練習をしたいと思います。理解してもやっぱり練習しないとなかなか読めないと思います。それでは行きましょう。O, beau, saut, dos, faux, go, jo, o, jo, co, lo, mo.No, po, ko, ro, so, to, vo, vo, xo, zo, sho. いいですね。これが読めるようになるようにたくさん練習をしてもらいたいと思います。一回見るだけではなくて、何度も読むことによって慣れると思います。その中でわずかの言葉は まずね、ありますので、それを紹介しましょう。まずですね、このようじゃなくてこれにしましょうか。O ですね。O はお水のこと。O。某は美しいという意味ですね。あと何がありましたかな。ぽ。ぽは肌という単語になりますね。そして、ヴォ、ヴォは子牛という言葉ですね。フランス語の動物は覚えるのは少し難しい。子供と大人の名前がちょっと違いますから。はい、それでは有名な単語を少し紹介したいと思います。まず、ガトーですね。ガトー。ガトーは覚えてもらいたいと思いますね。ガトー。まあ、昔はアクソンシェコンフレックスがありましたけれども、まあ、なくても大丈夫ですね。現代のフランス語では。そして、シャトーですね。もちろん、シャトー。ワインが好きな人もね。シャトーは、はい、いらないので、はい、シャトー。シャトー。あと、そうですね。街のボルドーも、この綴りですね。で、ボードは X がつきます。今回の発音は簡単な発音でした。日本語にある O。次のビデオは日本語にない発音を紹介したいと思います。発音記号ですね。これがこうなりますね。U という発音ですけれども、この時はビデオが本当に役に立つと思います。そのビデオを見たいのであれば、ぜひ登録をしてみてください。登録をする方は、必ずベルにクリックしてください。そうしないと次のビデオがあっても気づかないで非常にもったいないと思います。あと、毎週良い1週間を過ごしてくださいって私は言いますけれども、これからもその文を、この言い方をやめたいと思います。フランス語で言いたいと思います。Bonne semaine. Au revoir.